偵察衛星。偵察衛星とは、光学機器、望遠レンズ付きカメラや電波などを用いて、地表を観察し地上へ知らせる、軍事目的の人工衛星、軍事衛星である。スパイ衛星とも言う。比較的攻撃を受けにくい。宇宙空間より、地上、海上を見下ろして、敵部隊や基地、他の戦略目標の動きや、活動状況、位置を画像情報として入手し、 主に戦略計画に役立てる軍事目的のため作られた無人の人工衛星である。偵察衛星は、米ソ冷戦下の1959年に、アイゼンハワー政権下のアメリカ合衆国により、まず工学偵察衛星、コロナとして打ち上げられた。しかし本格的な開発着手は U-2 撃墜事件からである。その後、各国から、 多くの性能向上型衛星が打ち上げられ、現在も多数が運用されている。また電波を使用したレーダー偵察衛星やその性能、機能向上型の合成開口レーダー、SAR、シンセティックアパーチャレーダー偵察衛星の登場で、夜間や雲に関係なく、宇宙から地上の画像データを入手可能としている。赤外線を含む光学型と SAR 型のそれぞれの偵察衛星は、 現在多くの先進国と呼ばれる国々で打ち上げられ、運用されているが、軍事機密のために詳しい情報は、不明なことが多い。戦術用途での偵察衛星の利用とは、小さな単位の戦闘部隊が石膏体を出す代わりに、偵察衛星の画像データをほぼ、リアルタイムに入手して、個々の戦闘現場での作戦立案に使用する計画、グローバーインフォメーショングリッド計画、ギグのことである。 近年では、米軍が、この計画に、ロッキード・マーティン、ボーイング、マイクロソフトなどの米国を代表する、企業軍が、共同企業体を設立している。この計画では、偵察衛星の撮影情報を、米軍司令部だけでなく、前線基地や、戦闘機、戦車、そして、前線の兵士の一人一人にまで、専用端末で、リアルタイムに届けるというものである。日本は、X。 情報収集衛星として、光学衛星とレーダー衛星の2機を1組とした2組、K4 機の体制を目指して2003年3月に、衛星の打ち上げを開始した。2003年11月の H、e やロケット6号機の打ち上げ失敗により、光学2号機とレーダー2号機の K2 機を喪失し、2組、K4 機体制の構築は、先送りされた。2007年2月24日の H。 e い,いや、ロケット12号機の打ち上げにより、レーダー2号機、再命名の軌道投入に成功し、念願の2組、4機体制が整ったかと思われたが、本格運用が始まる前に、レーダー1号機が故障して2組、4機体制の完成には至らなかった。2013年1月27日にレーダー4号機の打ち上げに成功し、10年遅れで念願の2組、4機体制が完成した。 2015年2月1日に故障に備えて、レーダー予備機を投入し、レーダー衛星は事実上3機体制となった。2018年6月までの13回の打ち上げで、光学衛星6機、レーダー衛星7機、予備機含む、光学実証衛星2機の軌道投入に成功し、光学衛星1機とレーダー衛星1機の軌道投入に失敗している。偵察衛星は、 太陽同期軌道をとるが、その際、写真解像度を上げるため、近地点平均 163km、遠地点平均 233km という低軌道をとる kh-9 ヘキサゴンの場合、このため、毎日1回から数回決まった時間に決まった場所の上空に現れる。他の衛星と比べて、ごく薄い大気の層が存在する、かなり地上に近い低軌道を飛ぶため、 時間とともに速度を削がれて、より低軌道へと落ちてくる。そのため時々、小型ロケットの噴射によって、軌道を修正する必要がある。軌道修正が不能になった場合、大気圏に落下する可能性があるために、この軌道修正用燃料の残量で、偵察衛星の運用期間が決まってくる。また、地上の撮影対象物の拡大映像を接近して、 取るために必要に応じて軌道を下げることがあると言われている。この軌道修正のためにさらに衛星搭載燃料が消費され、衛星の運用期間は短くなる。偵察衛星の性能は撮影された地上情報の解像度とその撮影の頻度や時間的任意性で測られる。分解能や解像度を示すメートルやセンチメートル単位の数値は 識別できる物体の大きさのことでなく、撮影画像の画素一辺の長さに相当する、地上物体の長さのことである。その性能は、分解能10メートルで大きな建物の検出がどうにかでき、5メートルで建物の存在が判別でき、2.5メートルで建物の種類の区別がどうにかでき、1メートルで建物の種類と車の存在の判別ができ、 50cm で車の種類の区別がどうにかでき、25cm で車の種類の判別ができ、10cm で1台1台の車について説明ができる程度である。ノイズレベルが高ければ、たとえ高分解能、高解像度であってもそのノイズ分の情報量が失われているので、多くの場合は分解能や解像度の中にノイズが十分低いという前提が含まれている。 黎明期の光学偵察衛星の解像度は10メートル前後であったが現在では30センチメートル以下と言われている。偵察衛星の解像度は衛星の搭載する光学機器等の性能とともに撮影高度も重要である。例えば、米国の運用する代表的な偵察衛星の経営キーホール衛星シリーズの最新型では総重量20トン以上もの巨体を 必要に応じて 500km から 600km の通常の軌道高度から 150km まで降りてて撮影を行うことで解像度 10cm 以下という世界最高レベルの解像度まで引き上げることも可能とされている。識別は地上の偵察情報解析チームが行うので訓練や経験によって解析、識別の能力が高いチームのいる国ではそれだけ 識別能力が高くなる。つまり、地上での解析チームの能力が向上すれば、宇宙空間の衛星が変わらなくても、より価値の高い情報が得られる。反対に、地上チームが能力不足なら、見落とされる部分が多くなり、衛星が世界最高性能でも得られる、情報価値は低下する。例えば日本は、比較的に解析チームの歴史が浅く人員数も少ないので、 たとえ高い解像度の衛星を保有したとしても長い、歴史を持つアメリカ国家地球空間情報局、ナショナルジョスプシャル、インテリジェンスエージェンシー、がのレベルに追いつくにはまだ時間がかかる。合成開口レーダー偵察衛星の代表例、米国のラクロス、ラクロスの解像度は、当初の1.5から3メートルから現在は1メートル以下とされる。初期の偵察衛星は、 宇宙空間で撮影したフィルムを大気圏突入ができるパラシュート付きの頑丈なカプセル、ドラム管内になるに収めて地上に投下、回収する方式であった。空中で航空機により引っ掛けて回収する方式もあった。現在では CCD や CMOS の半導体撮像素子によってデジタルカメラで撮影され、衛星内でデジタルデータを暗号変換した後、 電波信号により地上局へ送信している。アナログ撮影時代には、無人衛星では思った通りの撮影が困難だった。ことから、人間による偵察撮影を目的とした、有人宇宙ステーションも計画、運用された、アメリカの発展型ジェミニ計画、有人同実験室、旧ソ連のアルマース等が、いずれも成果の得られないまま、 高解像度ビデオカメラによる無人撮影にとって変わられている。合成開口レーダーによる撮影では、雨天や雪、霧による減衰は比較的少ないので都合がいいが、解像度は光学式より劣る。光学式撮影も可視光線だけでは昼までかつ雲が遮らない時しか撮影できないので、赤外線を使用している。ラクロスの開発費は100億ドル。 一機あたりの製造コストは10億ドルと見られている。米国は、工学衛星と合成回合例題衛星の他に、海洋監視衛星、電子、通信情報収集衛星、早期警戒衛星、国防気象衛星などを保有しており、多くの米国内の情報機関がそれらの利用に複雑に関している。KH 衛星の接近撮影のための変則的、 大円周回への軌道変更は、通常4から5年の衛星運用期間を2年程度に縮めると言われている。2007年9月現在、米国の偵察衛星を運用及び開発を担当しているのは、アメリカ国防総省に属するアメリカ国家偵察局、UNRO であり、分析は、UNGA が,が行っている。2004年までは、国家画像地図局、ナショナルイメジャリーマッピングエージェンシー、 NIMA と呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。